池田美優10月30日隊は日本のファッションモデル、タレント。所属事務所は SGM を経てパノラマに所属。静岡県浜松市出身。愛称はミチョパ。名前のミと漫画ワンピースに登場するキャラクターとニートニーチョッパーを組み合わせて自ら名付けた。静岡県浜松市出身。兄が一人いる。競歩選手の千タムカのぞみは 父方の鳩子。中学3年生の時に渋谷のギャルサー、ビマイワリンを設立し総代表になる。N 高等学校に在籍していた。ファッション雑誌、ポップティンの2013年9月号別冊、JC ポップティンで読者モデルとしてデビュー。友人にモデルの人数合わせで呼ばれたのがきっかけ。 同年11月号から2014年4月号まで中学3年生の6人で結成されたスーパージェイシーの一員として連載企画を担当。2014年5月号からポップガールズに加入、7月号で専属モデルになると同時に初表紙を飾る。2015年1月号で初の単独表紙を飾る。同年2月号では読者が選ぶ。 今年のトレンドに選出された。2015年、ロイヤルコンフォートのシングル、もう嫌ってのミュージックビデオに出演。大倉シュモンとカップル役で共演し、自身初となる演技を披露している。同年9月、バラエティ番組、女の体当たりサーチ番組なぜそこで、番組内の調査で10代女子に特に人気の高かった、藤田ニコル、奥平哲子。 吉吉里と並んで、カリスマモデル4天皇と紹介される。2016年3月号のポップティンで、特に読者人気の高い男女7人のモデル、神奈々の一人に選ばれる。他のメンバーは藤田ニコル、落ち浦の、沢田塩根、タクポン、中島健、バトシン。2015年4月、テレ東プレートツイキャスによる、初のコラボレーション番組企画、ハライチ。 サワブミチョパの対象生まれだけど質問があるで、初めて番組司会を担当。彼女の番組企画でのメディア出演は、これが初。2016年1月21日放送のバラエティ番組、ダウンタウンデラックスで、地上波のテレビ番組初出演。その後も多数の番組に出演し、2020年4月、アメトーーーク。にて、ミチョパすごいぞ。 芸人として特集されるなどバラエティタレントとしての評価も高い。黒髪がトレンドになるギャルモデル界の中で茶髪に派手なメイクというスタイルを貫いている。ボディピアスを開けている。モデル業でファンに飽きられることへの懸念から次なる目標として歌手活動を挙げている。また2015年にローヤルコーンフォートのミュージックビデオで見せた演技が好評だったことから演技にも 関心を示している。芸人、有吉博之を師匠と呼び、慕っている。これは池田が、有吉が MC を務める番組に多く出演し、有吉と芸人同士や出演者などとの掛け合いなどを見て、バラエティ番組のノウハウを多く学ばせてもらったことから。2018年3月12日放送の、名医の座大小版に出演した際には、病的な味覚障害と診断された。 甘みや塩味がわからない原因は味の濃いものを食べ続けた食生活の影響だという。比較的難しいと言われる民間資格のダイエット検定に合格、同検定を主催する日本ダイエット健康協会認定、生活アドバイザー資格も保持している。2021年1月28日、スッキリで初めてコメンテーターとして出演。 テレビ番組、ラジオ番組、ウェブ番組、テレビ番組、ウェブ番組。ありがとうございます。